three, two, one, and liftoff of the Cassini spacecraft on a 30-mile trek to Saturn.1997年10月15日、土星探査機カッシーニが打ち上げられます。欧米18カ国の科学者約260人が参画する巨大プロジェクト。1年半後の1998年4月26日、カッシーニは金星でスイングバイ。スイングバイは天体の重力と光天エネルギーを利用します。燃料消費を最小限に探査機を加速させます。1999年8月18日、再び地球に接近しスイングバイを実施します。高度たったの1171キロで地球をかすめ木星へ向かいます。出発から約3年後の2000年12月30日、木星に接近。木星は太陽系最大であり、太陽になり損ねた惑星とも言われています。直径は地球を10個並べた大きさと同等。木星でスイングバイしたカッシーニは最終目的地、土星へ向かいます。2004年6月30日、カッシーニが土星軌道に到達。ローマ神話の農耕神サートゥルヌスに由来するサターン。地球の9倍のサイズですが、密度が非常に小さく、水にぷかぷか浮かびます。金属を含む岩石をコアに、液体と気体のガスで球体になっています。太陽からの距離は 9.5au、地球と太陽との距離の約 9.5 倍です。29.5 年かけて太陽の周りを一周しています。最も特徴的なのは巨大な美しい岩。土星の輪は内側から順に D、C、B、A、F、G、E となっています。リングの温度はマイナス180度、 0.01 ミリメートルから10メートルほどの岩石からなっています。
解された土星の衛星説、土星を形成した分子雲の余り説、有力な説はいくつもありますが、正確には分かっていません。幅は地球9個分ほどですが、厚さはたったの20メートル。リング越しに見える太陽の光と映像は非常に美しい。カッシーニが撮影した土星。透けた太陽の光が神秘的。発見されている衛星は82個にも及びます。土星の最大の衛星タイタン、月の 1.48 倍、水星の 1.06 倍の半径を持ち、太陽系の中の衛星として唯一大気が存在。輪郭が霞んで見えます。2005年1月14日、カッシーニから切り離された探査機がタイタンに着陸。地表の写真を撮影し、タイタンに吹く風の音を録音しました。液体メタンの雨が降り、湖ができ、地球外生命体探査が予定されている太陽系の中でも地球生命体がいる候補の天体の一つです。カッシーニが宇宙科学に残した功績は想像以上に大きい。2009年8月11日、土星の輪の消失現象を観測。2013年4月29日、北極にハリケーンのような大気の渦の姿を観測します。2013年7月19日、土星上空から地球を撮影。この日は地球が微笑んだ日と言われています。2017年4月26日、土星と輪の間を人類の探査機として初めて通過します。ついにフィナーレです。2017年9月15日、日本時間7時32分、土星探査機カッシーニは土星に突入しました。宇宙は美しい。